俺京ポ。京ポジです。まだこもか。俺小屋行くね。女神から、うん、アントニオが京ポジ来てます。オーケー。女神来ましたね。了解。バードコンチェイス。はい。おい。あ、はい。あ、あ、えい。あれ、追われてないです。どこ行きました？院内の方行きました。あ、じゃあ焼き入れだな。え、バードコン見たんよね。あの、アントニオがバードコンを。あ、はい。え、焼き入れか。最初はないなんて。ピンポイント占いしやもん。おまけな。うお、やば。今のやばいな。鬼没を鬼没を防いだぞ。小屋でチェイスね。はい。いやでも時間足りんな。どんだけチェイスせなあかんのこれ。1台あげんのに全然ダメやね。そうですね。うん、すげえと思ったけどそうでもなかった。救助できることが大切やもんな。女神横のリマイドの方行きます。オーケー。バード君右下左右。あ、俺救助できます。オーケー。俺右下っす。地下行くかもしれん。あ、小屋の方か。そう、地下だ地下。バード君救助成功したらいけるよこれ。救助成功して5回、5回ぐらい行く行く行く、行って行って。救助成功して5回ぐらい肉引きしたらいける。5回肉引き。これの奥でロングワープでピューって行けばいい。ピューって。これ苦手なんだよな。大丈夫大丈夫。行け、はい、行けよっさ。おー、うまっ。できたできた。自分でビビんなよ。はい、よし、ナイス。壁しますね。あ、壁、もう触るやつしかないな。あ、無理やり触って、無理やり。はい。あ、両方行っちゃった。危ねえ。俺は抜け出しましたね。あ、でも小屋、小屋。俺今正面の方です。僕いいよ。じゃあそっち選べよ。じゃあはい、そっち選べよ。お、ロングワープ入った。あ、ロングワープ入った。おい、すごっ。サイスのおかげやんけ。出ますよ。出れるね、すごっ。サイスやっぱやばいな。サイスやばでかいな、これは。サイス誰？え、これ祭司誰？あ、俺です。いや、ナイスやわ。頑張りましょう、みんな、ほんまに。明日俺も多分普通に、まあ家ですね。みなーさん、こんにちは。よろしくお願いします。見ていきましょう。ポストメン、祭司、傭兵、調香師ですね。この、多分京ポジにね、ポストマンがいるはずなんですよ。京ポジに。あ、もう後ろ回ってますね。さあここ見て。え、よう分かったね、ここにいるって。
すごいね。しかしポストマンはね、そこをハンター来るってことでもう真っ先に走ってるわ。これ犬食らいそうですね、このルートだと。狭いから。ああ食らいましたね。さあ見てますよ、ポストマン見てます。ファチですね。さあポストマン、一方ポストマンはなんとここにいます。やばいでしょ。ポストマンなんと、窓をまたがずに普通に向こうの階段から降りました。うん、すごいですね。さあこのタコ、このタコちゃんは鬼没ですね。さあまた上に行きました。ポストマンはなんと、向こうに、ね、降りてるだけですね、はい。さあずっと走ってます、ずっとチェイスします。あ、外行きました。さあ外行くってことは犬をもらうっていうことですよね。ちょうど触手出すから方向をね、多分犬を避けきれんかったのね。触手出すタイミングと犬を食らうタイミング一緒だったんで、触手でちょっと狙いすぎちゃって。お、ポストマンちらっと見えましたね。さあまだチェイスするポストマンが。おうおう、あ、もう食らっちゃうねこれ。食らいました。さあ上行きます。上行きました。あれ、ポストマンは、あー下降りたんか。もう触手5本です、皆さん。はい、あそこ出します。しかし意味ありません。ポストマンはなぜなら外に出ます。はい、外出るってことは犬食らわすんかな。あーやば。触手もね、まあ、はい、当たらないと。はい、でも3台どころじゃないですねこれは。はい、いや面白いな。なんかさらに加速していく。あ、もう犬ないからどうしようもないですね。はい、死にました。最初からもう2台目の 40% です。はい、で調合師はもう2台目の、はい、70% 80% ですね。はい、さあ救助見ていきましょう。学習能力がちょっとね、外周チェイスがやばいよね。これポストマンならではね、ねチェイスですね。はい、もうここでね、まあ救助ミスしても大丈夫ですね。はい、1釣り目でも残り2台の暗号機、はい、残り 50% です。ヤバスです、ヤバス。普通に触手で攻撃した方がいいんじゃん。まあ、ダブルダウンですね、しょうがないです。さらに犬を出して傭兵がど真ん中立って逃げ、傭兵も相手の触手をわざわざ防いだんよね。ジャイアントダウンするもんな。じゃあドメンチダウンするか。さあポストマン追うかも。無理でしょこれ。ここで瞬間移動無理でしょ。これこれみんな、これ見て、ほら普通あそこにワープ置くやん。これはまあ思い出すけど、この間の祭祀、まあ、いつの祭祀が言いませんが、まあ、あれ異常なんよほんまに。普通ワープ置くんよここに。うわ怖っ。ええ。ああ面白っ。まあ、焦ったかな。あれ15万サイズも言ってたっけ。余兵ダウンやけども、あの祭司さんのチェイスが十分なのでね、全然大丈夫です。あ、もうはい、いけますね。で調光師はもうここで兵して傭兵もいけますね。はい、これ絶対終盤で肘当て使うやつ。ほらワンって言うけど、ワンって面白かった。